40歳になったら特に必要な6つの栄養素各種のビタミンは様々な食品に含まれている無機物質で身体の正しい発達と機能のために必要な存在です40歳になると各種ビタミンや各種ミネラルその他の栄養素の摂取量に気を合うことが必要不可欠になってきます必要な注意を怠ると 筋肉の減少や代謝の遅れ、心臓病にかかるリスクの増加などのネガティブな変化をもたらすことがあります。40歳になったら特に必要な6つの栄養素。40歳以上の私たちにはどんなビタミン、どんな栄養素が特に必要なのかをおさらいし、それらの栄養素を含んだ食品をできるだけ継続的にとる努力をしましょう。1 ビタミン B12 ビタミン B12 は、レバー、軽肉、魚、卵、乳製品といった動物性食品に自然に含まれているほか、穀物やニュートリショナルイースト等にも含まれています。脳、血液、神経系の正しい機能のために欠かせないものです。米国の国立衛生研究所によると、 ビタミン B12 が不足すると、次のような症状が起こります。疲労感、虚弱感、体重の減少、食欲不振、巨赤目玉性貧血など。普通は、様々な食品をバランスよく食べることで、必要なビタミン B12 を摂ることができます。しかし40歳以上になると、 遺産の減少により、ビタミン B12 の吸収に問題が出てきます。そのためなか高齢者は、ビタミン B12 の豊富な食品やサプリメントを摂る必要があります。2. カルシウム。カルシウムは牛乳、チーズ、その他乳製品などの食品に含まれる必須ミネラルです。 しかしこれらの食品はカルシウム摂取に最も理想的なわけでもありません。ニシン、イワシ、キャベツ、ブロッコリー、オーネ、カブ類、大豆、アーモンドといった、より自然な食品から取るように心がけましょう。強い骨や歯を維持するためには、カルシウムが欠かせません。またカルシウムは、血行や神経系のバランス維持。 筋肉の収縮にも関連があります。以上のことからカルシウム不足は骨粗症症やクル病などの疾患の原因となります。骨は30歳までに必要なカルシウムの大半を吸収するものですが40歳からはゆっくりとカルシウムを失っていきます。そのため骨粗症症やその他の骨の病気を予防するには カルシウムの摂取に気をつける必要があります。3. ビタミン D。ビタミン D は、日光浴と卵や牛乳の摂取によって、簡単に摂取することができます。このビタミンは、カルシウムの体への吸収のために必須なので、骨格の発達に重要な役割を果たします。ビタミン D の吸収が悪いと糖尿病。 多発性硬化症、心血管疾患、慢性疾患になる恐れがあります。皮膚のビタミン D を吸収する能力は年齢に伴って減少するものなので、40歳以上になると不足するリスクが高まります。日光に当たる時間をコントロールすることをお勧すすめします。当たりすぎてもいけませんが1日に数分間は当たることを忘れないようにしましょう。 日光アレルギー、またはその他の理由で日光に当たることができない方は、ビタミン D のサプリメントを日常的に取るようにしましょう。4. カリウム。カリウムは筋肉や神経系の基本機能のために欠かせないミネラルです。40歳以上で十分なカリウムを取っていない場合、以下の症状を感じるでしょう。 痙攣、便秘、脱水症状、筋肉痛、筋肉の虚弱化、神経筋疾患。必要な量のカリウムを取るためには、ナッツ類、コーヒー、カカオ、緑の葉の野菜を含む様々な食品を取る必要があります。しかしカリウムの過剰摂取は心臓や胃腸に問題を起こすということも覚えておきましょう。 ですからカリウムのサプリメントを取りたい場合は、まずは医師に相談しましょう。5、マグネシウム。マグネシウムは主に血圧を調節する必須ミネラルです。エネルギー生成やカルシウムの吸収に、また他の重要な代謝反応においても大きな役割を担っています。マグネシウムはクロロフィルの一部なので、 緑の葉の野菜や全粒穀物、大豆やインゲン豆などの豆類、ナッツ類に含まれています。4歳以上ではマグネシウムの摂取量に特に注意を払う必要があります。毎食の食事にマグネシウムが含まれている食品を取り入れましょう。食事で不足している場合はマグネシウムを含むサプリメントを取りましょう。こちらもどうぞ。 マグネシウムオイル、絶対に知っておくべき十の効能六、6. オメガ3脂肪酸。オメガ3脂肪酸はビタミンでもミネラルでもありませんが、40歳以上の健康に欠かせない必須栄養素のリストに入れる必要があります。動物性、魚の油、オキアミウ。 植物性、リンシードチアシード、ヘンプシード、アサノミなどの植物や大豆油。40歳以降これらの栄養素を取ることは、この年代によく起こる異常である血圧や悪玉コレステロール、LDL をコントロールする助けとなります。オメガは記憶や脳の機能全体の維持にも重要な役割を果たします。 健康的な食生活を第一に。医師から特定の指示を受けていない限り、ビタミンやミネラルは、バランスの取れた食事や健康的な食品を通して取る方が良いという項を忘れないようにしましょう。ビタミンのサプリや錠剤が全てのケースで必要となるわけではありません。健康的な生活を送り、 近づいてくる変化に対応できるよう準備しましょう。